間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、松本山雅がヴィッセル神戸を迎え撃ちます。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。本日のホームチームはどう見ますか？リーグも前半戦をだいぶ消化しましたが、このチームは優勝候補として期待通りのパフォーマンスを見せています。このまま勝利を続け、ライバルをねじ伏せていけば、シーズンの終わりにはファンと共に優勝の喜びを分かち合えるでしょうね。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。 4-5-1 のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。試合開始です。サイドチェンジしました。中央にクロスが入る。ゴール前に入れた。再びコーナーキックです。このコーナーは誰に蹴るか。相手ボールになります。狙う。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。セルジー・サンペル。サイドから攻撃でしょうか。何かしてきそうですが、仕掛けてくるのか。セルジー・サンペル、ボールをキーパーが見送ります。レオシルバ、パスはまっすぐ相手に渡ります。セルジー・サンペル、さあどうする。ボールがフリーになりました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。シュートだ。
あの選手が止めなければ入ってましたね。スローインとなります。セルジー・サンペル、タックルで流れを切りました。スローインです。スローインが与えられます。鈴木大輔、レオシルバ、相手ボールになりました。山口、何を狙うのか。このスライディングはどうか。冷静にプレーしたいですね。キム・ジンス、ボールを運びゴールに襲いかかります。勝ち越しゴール来るか。タックルが決まった。ボールは相手に渡りました。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。ドーグラス、ここにはイニエスタがいました。いい寄せです。相手に渡したかのようなパス、これはいけません。ドーグラス、ボールをダッシュ、寄せが早い。ここまで見る限りポゼッションも同じくらいですし、これといったチャンスも見られませんね。どちらのチームが先に仕掛け、1点リードにできるか。今ノリに乗っている攻撃陣がまたもやゴールを生み出しました。まだ1点のリードですが、勢いに乗ると止まりませんからね。油断はできないですよ。かなり長い距離を走って一人で持ち込みました。フィニッシュまでこの選手の独壇場でしたね。別のアングルからご覧ください。ここにはイニエスタがいました。セルジー・サンペル、初瀬亮、山口蛍、ボールは相手に渡ります。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはナイスタックル、タッチラインにクリアしました。レオシルバ、ディフェンダーのインターセプト。セルジー・サンペル、相手ボールになります。このボールは重要です。山口蛍、これは見事なパスカットです。何をしてくるのか。ここはシュート、スピードのないシュートでした。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。
試合開始です。狙う、このシュートは枠に行きません。丸かと思いましたが、コースをうまく消されましたね。仕掛けてくるのか、セルディサンテ。ボールをキーパーが見送ります。今ノリに乗っている攻撃陣がまたもやゴールを生み出しました。まだ1点のリードですが、後半戦が始まります。ドーグラス、レオシルバ、大井健太郎、パスをサイドに送ります。ディフェンスボールを奪います。相手が寄せてきました。藤谷壮、ここにいます。イニエスタ、ボールは相手に渡りました。ボールへの寄せが非常に速い。初瀬亮、山口蛍、ドリブルで相手を揺さぶります。イニエスタへ、マークを振り切った。イニエスタがスルーパスを通した。もう一押しというところでした。無理をせずタッチラインの外に出しました。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。藤谷壮、ボールを奪われました。酒井、うまく読んでいましたね。山口蛍、田中純也、ボールを運んでいます。クロスがゴール前、ダメです。いいクロスに見えたんですが、ボールは相手に渡りました。初瀬亮、タックルが決まりました。ボールはタッチラインを割ってスローインです。この選手、今日はいいプレーを見せていましたが、ここでベンチに下がるようです。田中純也、体を当てて取る、奪った。これはカウンターのチャンスです。ここから狙うのか、何を狙うのか。相手ボールになりました。チャンスにできるか。キャッチできません。ボールがこぼれた。絶好のシュートチャンス。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。
交代で嫌な流れを断ち切って自らに流れを引き寄せたいところです。コーナーからエリア内へボールをクリアしました。藤谷壮、山口蛍、ここにはイニエスタがいました。ドーグラス、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。走り込んだ味方にスルーパス、ディフェンスラインの裏を狙いましたがここは出し手との呼吸が合いません。ここで交代です。同点に追いつくため前線の選手を増やすようですね。もう時間がありません。前に入れるしかないでしょうね。レオシルバ、パスの先には誰もいません。ボールはタッチラインを割りました。田中純也、トーマス・ベルマール、藤谷壮、イニエスタ、ドーグラス、折り返せるか。このパスはカット、読まれていましたか。自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。打った、ここは枠内に飛びません。試合の時間は残り少ないですが得点の匂いはありますね。ドリブルでボールを持ち出しています。サイドを崩してチャンスを作った。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。藤谷壮、ここにはイニエスタがいました。ドーグラス、初瀬亮、パスが通る。ゲームを作るパスが光ります。同点に追いつきたいところ、これが最後のチャンスになるでしょうか。タイムアップが近づいています。コーナーキックを奪いましたが同点ゴールは決まるでしょうか。コーナーから中へ、コーナーは手前でカットされました。このボールは止めただけ、クリアできるか。審判の笛が鳴り試合はここで終了を告げました。ボールポゼッションでは大きく差がついた展開でしたがよく耐えて勝利を手繰り寄せました。苦しい試合をものにしてこれはチームも盛り上がりますね。福西さん、はい、よく我慢していました。何より結果を残せたのが最高でしょう。行きません。決まるかと思います。
きありがとうございます。いくつか質問があります。ありがとうございました。